カモシカ発見。川に降りて餌を食べています。やっぱりですね、やっぱイタドリの葉っぱ甘くて、イタドリの葉っぱを食べてます。人間も食べれます。やっぱりこれ、これに食って食べてでもこのあのね、ダムの方に、山の方に行くんで、一緒に見えるように見えると言って、あそこは。ちょっと、何年か猫詰めたってて、3日ぐらいで、何時間ぐらいで、あ、本当だね。先行ってばっかりなんですけど。島田橋の、川の、イタドリ、赤い葉っぱがイタドリです。天然のカモシカです。天然記念物ですので、皆さん温かく見守ってください。何